はい、梅です。こんにちは、どうも。はい、今日はですね、お正月コスチュームのキャラクターに会えるプランが販売されましたので、はい、今日はね、それを紹介したいと思います。はい、これですね、いきなり何のこっちゃって感じですけども、新春プランとしてですね、和装姿のミッキー、ミニー、それからドナルドとデイジーに会えるっていうね、そういう商品プランがどうやら販売されるとのことです。で、全部で3つのコースがありますね。で、ランドでミッキーミニーの和装で、シーでミッキーミニーの和装で、ドナルド・デイジーはですね、アンバサダーホテルで会えるとのことです。で、そういう3つのプランが発表、販売されるそうですので、はい、これ順番に紹介しますね。はい、こちらのディズニー夢チャンネルではディズニーパークに関するさまざまな最新情報をお伝えしていますので、最新情報を取りこぼすことのないようにぜひチャンネル登録のお願いします。はい、行きます。はい、まずですね、ミッキーミニーに会えるのはこれバケパですね、バケーションパッケージになります。で、バケーションパッケージの方ね、ページができてまして、これね、11月の17日15時から販売開始と出てます。はい、じゃあこれ見ていきましょう。新春スペシャル、東京ディズニーランドでお正月のキャラクターグリーティングを楽しむ 2days と。この場所見てください。これパッと見て、ん、これどこだっけ。そうですよ、これ北斎ですよね。北斎にミッキーミニーが来るんだと思って、まあ確かに、まあ違和感ないですよね。いやー、これびっくり。読んでいくといいですか。はい、和装姿のミッキーマウス、ミニーマウスと一緒に記念撮影ができるお正月ならではのプランですと。で、さらにアトラクション利用券を使ってアトラクションが体験いただけますと。宿泊はディズニーアンバサダーホテル、ミナコスタランドホテルから選べますと。なるほどね。で、これですね、まあ先に言っちゃいますけど、なんとアトラクション、これね、美女と野獣とベイマックスは対象外なんですよね。そらないよって感じだよな。で、かつですね、これ GoTo トラベルも、はい、支援対象ではありませんと。なので、この書いてある額面通りですね。はい、で、利用期間が12月の31日から1月10日の約10日間ですね。で、大人1人当たり58,300円から122,100円と。なるほどね。あとイメージですよね。はい、これはまあ北斎で、まあグリのイメージと、はい、まあトイマンに乗れるよと、はい、モンスターズインクも乗れるよと。で、ホテルはまあミラコ、まあイメージね。はいはい、なるほど、わかりました。はい、商品のポイントいきます。クリックします。はいはい、ピックアップ、ミッキーミニーとお正月の記念撮影ができると。はい、ランドで唯一の和食レストラン北斎に華やかな着物を身にまとったミッキーミニーが登場と。で、記念撮影を楽しんだり、ゆっくりランチを楽しんだり、いつもの正月とは違う特別な体験待ってますと。これあのニューイヤーズグリのあのグリーティングパレードのあの服装ですね。なるほどね、確かにこれはいいな。はい、それでキャラグリの記念撮影、これ文字ちっちゃいな、多分これみんなこれ読めないよね。ね、引き換え券、写真引き換えはホテルの客室一室につき1枚と。はい、で、記念写真はお客様のカメラ、スマートフォンを含む、はい、写真撮影は部屋単位で1カットのみ可能ですと。部屋単位で1枚のみね。で、動画撮影はご自身のキャラクターグリーティングの時のみ可能ですと。で、動画撮影される際はお客様自身の撮影をお願いしますと。なので、キャストにビデオカメラとかスマホを渡して動画を撮ってっていうのはなしね。はい、OK。これ細かいね。キャラの入退場シーンは撮影禁止と。なるほどね。こういうのが北斎で、はい、キャラクターグリーティング、キャラダイニングッズのキャラ台があるっぽいですね。なるほどね。はい、その後のポイントね。これ、ポイント1。1日目、東京ディズニーシーの人気アトラクションをスムースに楽しめると。このプランのアトラク利用券は、トイマギとソアリンをはじめ人気アトラクションを選べますと。
なるほどね。ほうほうほう。で、2日目、ポイント2、2日目、ランドロインギアトラック乗れますと。はい。で、乗れるんだけれども、美女と野獣とベイマックスは乗れませんと。で、ポイント3、はい、まあ、ディズニーホテルに泊まれますと。このアトラクション利用券が何枚ついてくるかですよね。はい、詳細見ましょうか。はい、パッケージ内容ね。パークチケット、1日目が C、で、2日目がランド。はい、それぞれワンデーチケットついてきます。で、ショーの鑑賞は当然ないと。で、リゾラも乗れないと、自腹ね。で、食事はね、昼食1回。これは2日目のお昼。要はそのキャラクターダイニング。はい、北斎で、お昼のランチがまあキャラ代ってことでついてくると。なるほどね。で、これ見てください。その他のところね。で、アトラクション利用券、アトラク利用券は4枚ついてきます。4枚ついてきて、まずランドはですね、はい、対象施設より2枚と。で、アトラクション利用券4枚ついてきます。4枚ついてランドが2枚、C が2枚ね。で、ランドが2枚、ランドの対象施設より1選択2枚と。で、対象施設って書いてあるので、はい、これおそらく、ベイマックスと、ビジュデア10は対象外ですよね。はい、それが2枚ついてくると。で、C の方はですね、これね、トイマギとソアリン、両方乗れるわけではないっぽいですね。これ見ると、トイマギもしくはソアリン、どっちか選べる券が1枚と。で、もう1枚が、対象施設より1つ選択って書いてあるので、おそらく対象施設っていうことは、おそらくトイマギとソアリンは対象外だと思われますので、多分ね。はい。なので、トイマギとソアリンをこのプランで両方乗るっていうのはちょっとこれできないっぽいですね。なるほどね。まあそうだよね。で、あとはまあ、ポップコーンがついたり、はい、オリジナルグッズがついたり、はい、普通ですね。で、ホテルは、はい、アンバとミラコと、はい、ランドホテルと、はい、3つ選べます。部屋のグレードなんかに関してはちょっと割愛しますね。はい、とりあえずここまでですね。で、何日いくらとか細かいのは、はい、載ってないので、これは販売開始までちょっとまあ詳細不明ですね。はい、以上になります。はい、なのでランドの北斎で、はい、振袖姿と紋付き袴の、まあ、ミッキーミニーが登場して、まあ、そういうキャラクターダイニングがあるよと。なるほどね。北斎ってでもお昼はね、普通に営業してるからね、どういう住み分けにするんだろうね。この期間の間北斎営業できないのかもしれないね。ちょっと分かんないけどね。はい、こちらがランドのプランです。はい、次 C 行きます。 C はね、これ写真見て、これグランドピアノが乗ってんな。これ SS コロンビアですね。 SS コロンビアで、ね、この和装グリってこと。でも C で和食だと桜なんだけど、まあ桜だと窓がねあって1階だからね、え、外から丸見えだしね。でカーテンとかもつけれないから、まあなので、このね、お金払った人だけが体験できる特別なレストランっていうと、こうやって2階とか3階になるので、まあ SS コロンビアになっちゃうんだろうね。まあこれは仕方ないな。はい、説明します。はい、新春スペシャルディズニーシーでお正月開く楽しみ 2days と。はい、これランドとほとんど同じですね。ランドと同じで、はい、レストラン北斎が SS コロンビアに変わっただけですね。で、販売期間も、販売も11月の17日の15時から販売開始と。はい、 C ね。はい、お値段ちょっと高いですね。 68,500円から132,400円で、はい、利用期間、12月31日から10日ね。え、これベイマックスとビジュアルがあるじゃん。え、嘘、これランド、これこのプランの方が高いのはそういうことか。え、ちょっと待って、ポイント見ますね。ポイント、はいはい、こちらミッキーミニーと正月の記念撮影できる、SS コロンビアに来ますと。はい、詳細などはさっきの北斎と同じなので、はい、この辺説明割愛しますね。はい、ちょっとアトラクこれ気になるよね。ちょっと待って、これ
なんと1日目アトラク利用券で、はい、ランドの方で美女と野獣とベイマックスに乗れるって書いてあるね。マジか。2日目はトイマにソアリン乗れるって書いてあるね。はい、であとはホテルが選べますと。ちょっと待って、これアトラクション詳細見ようか。はい、こちらパッケージ内容、1日目ランド、2日目 C ね。で2日目の C のランチで、はい、セスコロンビアでキャラダイが体験できると。はい、それでアトラクションこれよーく見てください。ちょっとこれ字がちっちゃいんで読みますね。はい、これですね、アトラクション利用券4枚ついてきます。整理するとランドで2枚、 C で2枚ついてきます。でランドでついてくる2枚はですね、これベイマックスと美女と野獣どっちか乗れる券が1枚ついてきます。でもう1枚ランドの方ですね、対象施設から1つ選択って書いてあるので、おそらく予想ですけどベイマックスと美女と野獣以外のアトラクションから何でも乗れる券がどうやら1枚ついてくるっぽいですね。で C の方もですね、2枚ついてくるんですけども、そのうちの1枚はトイマギまたはソアリンどっちか乗れる券が1枚と。でもう1枚が対象施設より1つ選択なので、おそらくトイマギとソアリン以外何でも乗れる券が1枚ついてくると思われます。はい、なのでこっちのプラン、要は整理するとこのベイマックスと美女と野獣どっちか乗れるってことね。はい、なので、まあ、若干ランドよりも高いのかなって感じかな。はい、あとは、うん、ランドのプランと同じですので、はい、説明割愛します。はい、次はですね、バケパではなくてこのニューイヤースペシャルディナー付き宿泊プランっていう、はい、こういうプランを紹介します。これはですね、バケパではないんですよね。なんのこっちゃって感じなんですけど、読んでいくと、これディズニー山里ホテルで宿泊とディナーをお楽しみいただける室数限定のプランです。はい、なので、はい、これ宴会場に本プランに用意したコースメニューと和服姿のディズニー仲間たちが来ると。はい、これがですね、いわゆるドナルドとデイジーの、まあ、和装グリってことですね。はい、なのでこれ紹介します。はい、これ公式ページね、アンバサダーホテルと。でプラン内容これ見てください。はい、これ12月の31日から1月の3日、4日間これ開催されますね。でホテルはアンバサダーホテルだけで、内容はですね、お料理プラン限定のオリジナルコースと、で飲み物スパークリングワイングラスと、でキャラクターフォトロケーションで、オリジナルのフォトフレーム一室1枚と。はい、キャラクターフォトロケーションって書いてあるので、まあグリではないって感じなんですよね。でこれクリスマスにも同じようなね、あのプランがあって、まあ、要はこのコースメニューを食べる前に受付エントリーした後にキャラクターがいるので、そのキャラクターと記念写真1枚撮ってから、はい、コースのね、あのテーブルにご案内っていう、そういう感じですね。なのでグリーティングってわけではないんですよね。なのでフォトロケーションって書いてますね。はい、でこの一緒に撮った写真はオリジナルフォトフレームに入れてもらえると。なるほどね。で追加の場合は1900円ね。で会場はアンバサダーホテルの宴会場と。でこちらのスペシャルディナーの時間ですけども、チェックイン日に開催すると。なので当日はチェックインをまず済ませてから、それから宴会場に来てくださいって書いてあるね。はい、16時15分受付の16時半のコースと、18時45分受付で19時と、はい、2パターンあります。で2時間ね。で書いてあるね、受付順にキャラとの写真撮影をして、で撮影が終了したら排席へご案内ってことね。はい、これ前のねクリスマスと同じですね。はい、こちら料金、大人2人で1室の場合85,700円と。一室ですから、まあ2人で利用する場合割り勘だよね。あ、書いてあるね。はい、上記料金は2人で利用する場合の一室の参考料金ですと。で2人分のご飯のお値段も含みますと。で最も安い設定の料金なので85,700円、これが最低料金ですね。こちら本プランは1名からお申し込みいただけますと。このお一人様に嬉しいですね。一人用だといくらになるんだろうね。クリスマス一人の時いくらだったんだろう。はい、もしこれ一人でクリスマス撮った方いたらこれ教えてください。
で宿泊ホテルはアンバサダーね、はい、アンバサダー指定です。ランドホテルとかミラコは選べません。スペシャルディナーカミングスーンおーおー、はい、わかりました。はい、まあ料理はですね、ざっくり前菜スープ、魚肉とつくと、まあなのでおそらくまあエンパイアグリルのようなクオリティだと思います。はい、出ました、キャラクターフォトロケーションカミングスーン。これ写真間に合わなかったのかな。和装だったら去年とかのね、お正月グリルのねやつ使えばいいのに。ちょっとこれ、はい、書いてあります。和服姿のドナルド・デイジーと写真撮れます。カメラマンが撮りますと。でお客様ゲストのカメラ、スマートフォン含むは客室ごとに1カットのみと。はい、これ同じですね。はい、1脚3脚 NG と。で動画のこと書いてませんけど、おそらく動画もですね同様のルールで、おそらく自分自身の撮影のみで、キャストにカメラ渡して動画撮ってっていうのはおそらくなしだと思います。はい、そしてですね注意事項があって、はい、連泊できませんと。あとワンダフルバケーション変更できません、要はバケーパイのグレードアップはできませんと。で GoTo トラベルでもありませんと。でパークチケットなんですけども、パークチケットは買えるとも買えないとも書いてないんですけども、これディズニーホテルに宿泊したゲスト全て全員パークチケット購入する権利がありますので、おそらくチェックイン日の翌日かな、おそらくチェックイン日の当日もしくは翌日のパークチケットを購入することができますね。はい、でねパークチケットに関してはね、これね買えるとも買えないとも書いてないんですけども、これディズニーホテルに宿泊するとパークチケット購入できる権利、これ確約ですので、はい、これランドとシーチケット多分買えると思います。でチェックイン日は買えないので、おそらくチェックイン日の翌日分ですね、翌日ランドとシーどちらかのパークチケットを購入することがおそらくこれ可能だと思いますので、はい、これ気になる方はですねこれ問い合わせしてみてください。はい、以上和装のミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーに会えるプランの紹介でした。まあざっと見た感じやっぱバケパーはいいですよね。ちょっと高いけどやっぱねアトラクションついてくるし、このパークチケット確約ですので、まあ、高いだけはあるなと思いました。でランドとシー迷うとこですけど、背景とかにこだわるんだったらやっぱランドで北斎ですよね。でもシーの方はこの美女と野獣かもしくはベイマックスがついてくるので、シーの方も捨てがたいって感じかな。はい、今回の動画は以上になります。よかったら皆さん感想など聞かせてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。